人生で一番高い買い物、母親に買った木彫りの竜、マジやばい、最近届いたらしい、普通にえぐいわマジやばい、びっくりした。いや俺さ、なんかさ、いや俺多分ね、これ前も話したことあるっちゃけど、なんか去年 の、 あの母親の誕生日祝えんかったんよ。俺すっかり忘れとって、俺さその時アメリカおって結構バッタバタしとって撮影で、なんか俺さアメリカおった時ロス行ってベガス行ってニューヨーク行ってロスに戻るっていう結構ハードスケジュールやったっちゃうね。でバタバタ動いとったけんすっかり忘れとって、俺で日本帰ってきて、で母親から LINE 来て、なんか京都に行ってきたんやけど、なんか欲しいもの見つけたんだよねって言われて、初めてああ俺誕生日祝ってないと思って、もうクソ気まずかったわけよ。俺25年間生きてきて母親の誕生日祝わんかったの初めてなんよね。でもう俺親やラスイチやけん、俺から祝われんかったら肉親から祝われることがないわけよ、うちの母親は。で俺なんかもうマジでクソ悲しい気持ちになって、うわやってしまったみたいな、マジやばいと思って、なんか結構答えたんよ、なんかうわみたいな、俺それ自分がやられたら嫌だなと思って、めっちゃ悲しいわと思って、いやマジごめんっつって、俺祝い忘れてたよなっつって、本当にごめんなっつって、おめでとうみたいな、それ買おうぜっつって、いやでもみたいな感じだったじゃん、いいよみたいな、俺祝い忘れとったけ、いや買うってみたいな、ごめんマジでごめんっつって、で分かったみたいな、ちなみにこれなんだけどって写真がピュって届いたわけよ。したらまあなんかこれぐらいのサイズの、まあなんか結構綺麗な、なんか綺麗な卵の殻をちょっと破ってちっちゃい竜が顔を出しとみたいな木彫りのなんかね、ちっちゃい竜の像やったんちゃけど、なんかすごいもん欲しいよなと思ったっちゃけど、なんかまあ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 、でもまあまあいいよと思って、あ全然いいよっつって、それ買うわっつって、ありがとうみたいな、分かったありがとうねみたいな、あ全然いいよって言って、これ買ってくるねって言われて、あ分かったよ行ってらっしゃいって言って、いや変わったもん買うなと思ってパッてもう一回その画像を見よったら、なんか右端にねちっちゃくね、で値札があったんよ、ちっちゃく値札があって、あいくらなんやろうと思ってピッて見たわけよね。で900,000見よって、えみたいな、あれみたいな、何回見ても240万やったじゃんね、えと思って、待ってと思って、何回見ても240万って書いてあると思って、ちょっと待ってと思って、いや、待ってと思って、多分ハーレー買えるんよ、ちょ、待ってと思って、とっこ、えと思って、240万円と思って、ちょっと待ってと思って、おかしなっとると思って、いやいや、俺もさ、まあ、高くて30万ぐらいやなと思ったじゃん、まあね、行って、もう普通に10万ぐらいのものと思ってた、まあ、結構綺麗な作りやったっけ、でも分からんやん、木彫りの相場なんか知らん、俺はそんなん知らん、はぁと思って、はぁはぁと思って、でももう俺は言ってしまった手前、もうマジ一歩も引けんわけよ、もうしかも俺もう申し訳ない気持ちもめちゃくちゃ葛藤けん、マジかと思って、えぐすぎると思って、もう絶対保険金で取り返してやろうと思ったよね、それが一番人生で高い買い物だわ、さすがにね俺さすがにマジで保険金で絶対取り返してやろうと思って、あと2個ぐらい入ってって言った、絶対にこいつ死んだら元取ろうと思って、もうこいつの死で確実に俺は元取ってやろうと思った、まあいいやと思って、したらまあ死んだらプラスになるしなって思えるし、危ねえと思って、まあまあまあよかったわと思って、まあ、物の価値は人が生きてる間だけだから、そいつが大事にしとうものはそう生きとう間しか喜びはないけんさ、まあまあまあと思って、死んだ後にしこたま儲けてやろうと思って、死んだらまあいいかなと思って、ギリギリ保険金っていう俺の中での落としどころを見つけられたけよかったけど、保険金っていう落としどころを見つけられてなかったら親のことめちゃくちゃ嫌いになっとったかもしれん、ガチャ危ねえ、よかったマジでよかった今死のうと思ってたんだが、うわ毎日何かしら配信見て気持ちをごまかしてる、なんかアドバイスくれ、よし悩むか、最近お尻の穴の話しかしてなかったけどな、たまには人のためにならないか、俺ずっとお尻の穴とかおちんちんの先っぽの話して、あげくの果てには俺尻にサプ刺しておならの音消すとか言ってたんだからな、からたまには人の役に立たないかよな、よし考えよう、まあでも少なくともだけど、そのお前みたいなやつが、俺お前がどういう人間かを1ミリも知らんよ、今コメント読んだだけやけん知らんけど、俺みたいな人間がのうのうと暮らしとう方がおかしいぞ、悔しくないんかお前、お前悔しくないんか、俺みたいなお尻の穴にお前サプレッサー刺しておならの音消してるんだってゲラゲラ笑いよう25歳がのうのうと生きとって、お前が真剣に悩んどって死のうとしとんのは悔しくないんか、おい悔しいと思った方がいい、おかしい、俺が生きとううちはお前は死なん方がいい、だって俺はほくさいもん、お前ね
俺さっきまでね、何の話しよったと思う？俺マンコの中で息するって言ったんだよ。お前知らんやろ。俺さっきまで俺クンにめちゃくちゃ好きやけん、マンコの中の酸素だけで呼吸できるみたいな、俺はクンニの五条悟る、僕最強だからって言ったとよ。お前そんなやつがノーノーと生きとってよ。お前は俺が死ぬまで生きろ、ふざけんな。そうやって真剣に悩むような偉いやつが、こんな何も悩んでないヘラヘラマンコの中で息吸えるって言っとうやつなんかに負けんなよ。俺は悔しいよ。俺なんかに負けんな。絶対に勝て、絶対負けんな。こんな最低なやつに負けるなよ。お前も明日からそういうことばっか考えろ。街歩いとギャル見たら、俺もいつかあいつのマンコの中の酸素だけで生きていこうって。お前マンコの中の空気も吸ったことないのに死ぬな、もったいない。すごいよ、排気ガスの1個前くらい、うん、マンコの中の空気は正直、うん、排気ガスの1個前くらいです。味わってこい、強く生きようぜ。さすがにこれ経験しな、死ねん人は、もったいない。ここの中のマンコの中の空気吸わな、死ねん。そう、悩んだらこんな人間がいるんだってことを思い出せ。大丈夫、お前が悩んどうとき俺は常にもう下半身とかのことしか考えてない。俺お尻生やし、そもそもあんまりおっぱいのこと考えてないけん、俺は常に下半身のこと考えた。お前が一生懸命悩んどうときも、お前が健やかなるときも、やめるときも、俺は下半身のことばっか考えと。やけんお前もそれを思い出して下半身のことばっか考えろ。それが一番いいよ、下半身最強なんだから。本当に分かったか、やっぱ尻なんだよ。父派は俺と喧嘩しろ父派は俺と喧嘩です。まあ別に俺おっぱい嫌いなわけじゃないけど、別におっぱいも好きやけん、ちょっとあんまり父派のことも実は悪く言えんじゃん。俺女体で嫌いな部分ないもん。女体全部がいい、素晴らしい。全部のいいとこを掛け合わせて生まれたパワーパフガールズみたいなのが女体と思っとっちゃう。全部いい、女の体は頭の先からつま先まで全部可食部位、もうやばいよ、最強やけんやね。乳首舐められてからずっとかぶれててきつい。お前ロバとかに舐めさせたやろ乳首。人に舐めさせろって。そらお前人以外に舐めさせたら荒れるよ乳首は。ロバとかやめろ、危ないぞ。ロバとかそこら辺のアルパカとかそういう動物に乳首舐めさせたら荒れるに決まったやろ。舐め舐め、ヤギかな、気をつけた方がいいよ。なんかさ、俺この前ネットニュースで見たけど、中国かなんかね、15年足洗ってないやつが、あのさ、ドクターフィッシュの水槽に足つけて、ドクターフィッシュ全部死んだらしいぞやっぱドクターフィッシュのキャパってあんだな、知らなかったわ、びっくりした。俺そんなニュース見て、うーすげーと思って、足勝つんやと思って。ドクターフィッシュ全部死んだらしい、その水槽の中にあったドクターフィッシュ全部死んだって。クソおもろくね、マジバリ笑ったわ俺そのニュース見て。平和だなと思って。さすがにダメらしい、やっぱ15年はさすがに効いてないって。ドクターフィッシュもめちゃくちゃおもろいよな。っていうかさ、なんかさ、前さ、オタクに優しいギャルいない説みたいなの俺提唱したやん。ちょっとあれ俺訂正していい？俺この前さ、ついに見つけたかもしれんぞ、オタクに優しいギャル。おいお前ら喜べ、オタクに優しいギャル俺見つけたぞ、マジマジ。まあそれが俺 なんで気づいたかっていうと、俺ね、あのなんかこの前アメトークを録画しとって、アメトークを ねあなんか見とった女としたら、なんか鉄道芸人みたいなやりよってさ、あのなんかそうなんかギャルと見とって、ボーっと見とったっちゃけど、なんかめっちゃ真剣に見とって、すごいみたいな、すごい、私電車とか知らなかったから面白いって言いながら見よって、その時点でへえこいつなかなか優しいやつやなって思いながら見とったんよ。いやあれはテレビ用じゃないぞ、結構ガチガチやったと思うよ。なんかもう熱い話してたからなマジで。そうで、もうなんか電車はさ、なんかあの配線になっちゃうみたいな、配線とか廃盤になるみたいな、なんかあの話のくだりになっとって、であなんかその時にギャルが横で、そんなん二度と会えねえじゃん、マジ寂しくねって言って、寂しいなってなって、こいつみたいな、寂しいよなと思って、そんなんマジ寂しいじゃんみたいな、二度と会えないってことでしょって言って、そんなんガチ寂しくねって言ってめっちゃ同じ目線で悲しんの音めちゃくちゃウケん、マジそんなんマジ悲しいじゃんねって言って、あ優しいなって思いながら、そう1ミリも否定しとった、1ミリも否定してなかった、何も考えてないバカがいいやろ、いいんか、そうやってぐちぐち文句言ってくる、なんか考えと賢いやつと、悲しいじゃんって横で言ってくれる何も考えてないバカ、どっちがいいよ。絶対に何も考えてないバカの方がいいひろゆきみたいなギャルは嫌だな、確かに。それはあなたの価値観ですよね、足の価値観は違ってっつってめっちゃギャルに論破されて泣いちゃうよ、泣いちゃう泣いちゃう。